パナソニックと野村不動産は横浜市の協力も得て2018年に綱島サスティナブルスマートタウンを建設しますマンションと商業施設オフィスなどを組み合わせ街全体でエネルギーを効率的に活用し2020年の東京オリンピックの選手村にも技術を提案するとしています商業施設にはスーパー大手のユニーが複合商業施設を建設するほか オフィス部分にはアップル社の開発施設が作られる計画です。横浜市の林文子市長は、周辺の企業や大学との連携をお願いするとして、アップルを誘致する効果に期待感を示しました。